ボルボックス目は、緑草植物門緑草綱の目の一つである。大ひげ回り目とも言う。従来はおおよそ二種の分類体系があり、単細胞で有衛性を示すクラミドもなするよ含む、抗議のものと、軍隊性のもののみを含む競技のものとがあった。遺伝子解析などをもとにした最新の分類体系では、 従来のクロロコックム目なども、一括くくりとした大きな目として組み直されている。競技ボルボックス目の総類は、平面的もしくは、球体の軍隊を形成する。軍隊を構成する細胞の数も、4個の幸せもから500個兆のボルボックスまで様々である。すべての細胞は2本の弁毛を持っており、一つ一つは、クラミドモナスのような形態をしている。弁毛は、 軍隊全体で協調して動作する。無性生殖と有性生殖の両方が知られている。前者は細胞の二分裂により、細胞数がある程度増えると新たな軍隊が形成される。ボルボックスなどの大きくなった軍隊では、軍隊の全部に遊泳力のある細胞が位置し、生殖能のある細胞は軍隊後部に存在している。娘軍隊も、 軍隊内部の後部に保持される。有性生殖は、同型配偶子接合が接合するから、卵生殖まで様々である。講義には、単細胞の弁毛虫である、クラミドモナス目やドナリエラ目をそれぞれ暗目として、含める場合が多い。下記に、英語サイト、アルジェベスによる内部分類を掲げる。クラミドモナス目の下に28カを置いているが、 この場合のクラミドモナス目はボルボックス目と同義である。数字は同サイトの掲載種数。遺伝子解析などを元にした最新の分類体系では、クロロコックム目、四つ目も目、キリンドロカプサ目等々も一括りとし、新しい目としてまとめられている。この内部分類については現在追認研究がなされている段階であり、 書き分類も今後書き換えられる可能性がある。また、日本の書籍としては2009年間の植物の百科事典においてこの新しい大げ回り目の内部分類が示されているのでこれも参考として書きに掲げる。なお、アルジェベスではナウトコッカスはクロロコック迎えトレイウバリアカやキリンドロカプサカは横網泥目へ移されるなどしている。 大ひま回り目、石井隆一、岩月国を当編、植物の百科事典、朝倉書店、ISBN 978から4から 254171372EC 3545。ありがとうございます。